皆さんこんにちは、レソでございます。ネイチブレーキ2003今日もやってまいりましょう。まずは登録抹消ですね。井上さんが登録、ドラゴンズね、そしてクルーズさんが抹消、怪我は古田さんがふくらはぎで使って、あ、クルーズさんがね、背筋痛ですね、10日以上の怪我ということで抹消となっております。タイガースは今日も甲子園球場、ベイスターズとの一戦です。先発ピッチャー、このままいきます、島谷さん。そして広島さんがまあまあ調子いいね。じゃあ金本さんを発表しましょう。はい、で、ベイスターズは若田部さん。土曜日でしたね、土曜日の、デーゲームで行われます甲子園球場、阪神横浜、今日は5回戦です。先発ピッチャーは下柳さん、今シーズン2試合目の登板。ベイスターズトップバッター、右打席スイッチヒッターの金城さん、初球インハイ、まっすぐ見逃しました、ストライク。2球目アウトローチェンジアップ、これは空振り、2ストライク。追い込みました。3球目カーブ、空振り三振、ワンアウト。2番は種田さん、初球アウトコース低めのまっすぐ見逃してストライク。2球目インローへのスライダー、詰まった当たり、アリアスさん、ファーストへ送球は余裕で間に合いました、ツーアウト。3番に村田さん、インハイまっすぐ詰まった当たり、これは猫ちゃん追いついてファーストへ送球、アウト、スリーアウト。ベイサーズ初回の攻撃は三者凡退です。ベイサーズの先発は若田部さんです。トップバッター今笠への初球、初球打ち、引っ張った当たりはレフトへ伸びる、あー、これは鈴木孝則さん追いつきます、レフトフライ、ワンアウト。2番若星さん、初球ストレート、これは奥コース高め外れました。2球目引っ張った当たり、1、2塁間破ります、赤星さんヒット、ワンアウト1塁。そしてバッターボックスは3番の猫ちゃん、初球走った、セカンドへ送球、間に合いました、間に合ったって言ったら送球が間に合ったようですね。盗塁成功。2球目、これはストレート、アウトコース高め決まって、ワンエンドワン。ワンアウト2塁、カウントはエンドワン。猫ちゃんはカットボール、これは打ち上げて左中間レフトフライ、赤星さん三塁へ行きます、ツーアウト三塁、先制のチャンスタイガース、4番の浜ちゃん、インコースへのカットボール、これは外れました、わボールから入ります、ストレート、これをセンターへ伸びる、センターオーバー、赤星さんホームイン、打った浜ちゃんは二塁へ、ツーベースヒット、タイガース先制。浜ちゃんのタイムリー、まずは1点入りますタイガース。そして5番広沢さんです、初球打ちセンターへ、これも抜けますヒット、浜ちゃんホームイン、連続ツーベース、タイガース2点目が入ります。センターの左寄り抜けていきました、広沢さんのタイムリーツーベース、2対0。檜山さんもセンターへ、これもセンターオーバー、3連続ツーベース、タイガース3点目。そしてバッターボックスはアリアスさん、アリアさんは初球打ち、これは詰まらせました、スプリットショートゴロでスリーアウト。初回タイガースは連続タイムリー、3点の先制です。バッターボックスは鈴木孝則さん、初球アウトコース高め、まっすぐ見逃してストライク。2球目インローへのチェンジアップ、ボテボテの当たり、これは今加算よく追いついた、セカンドゴロ、ワンアウト。バッターボックスは石田拓郎さん、
初球ストレート、これは外れました。2球目インハイ打ち上げた当たり、これは広沢さんが取ります。ファーストフライ。バッターボックス6番の佐伯さん、インハイへのスライダー空振り、2ストライク追い込みました。アウトローフォークボールは見逃して、ワンエンド2、インローへのシュート、空振り三振。2回の表ベイスターズ、この回も三者凡退です。バッターボックスは矢野さん。2回の裏タイガースの攻撃、初球打ち、これはカットボール打ち上げました。ボール球に手を出しました。セカンドフライ、ワンアウト。バッターボックス下柳さん。カットボール、これは切れてきました。ファールボール、カーブ引っ掛けたあたり、サードゴロでツーアウト。トップに戻って今田さん、第1打席はレフトフライ。初球スライダー、これは空振り。引っ張った当たり、これは三塁がファールグラウンドに落ちます。ツーストライク。追い込んでからの1球、インハイのストレート、これを外してきました。ワインド2、ストレート、インドを外れました。ツーエンド2、平行カウント、うまく合わせた。今岡さんはセカンドの横を抜けていきます。ライトへのヒット、2アウト1塁。そしてバッターボックスは赤星さん、第1打席はライトへのヒット。初球打ち、カットボール、センター前ヒット、2アウト1塁2塁、追加得点のチャンス。バッターボックスは猫ちゃん、第1打席はレフトフライ。初球インハイのカットボール、わずかに外れました。ボールから入ります。2球目、アウトコース高めのストレート、これは空振り。ワンエンドワン、詰まりながらも、あー、これはショート石井拓郎さん抑えましたが内野安打。ツーアウト満塁。またボックス浜ちゃん、第1打席はセンターオーバーのツーベース、先制タイムリーを放っております。2球目ストレート、これはファール。捉えた当たり、ライトへ伸びる、ハマちゃん出ました。33号は満塁ホームラン。カットボール、これをライトへ打ち上げて、打球はぐんぐん伸びて通路へ持っていきました。タイガース4点追加、7対0となります。ここで若田部さんノックアウト、ピッチャーはドミンゴさん。さあバッターボックスは広沢さんです。初球、あんだけ動くんや、ど真ん中へのストレートとなりました。引っ掛けた、あ、三塁線抜けました、ヒット。さあ打った広沢さんはセカンドへ来ます、ツーベース。引っ掛けましたが三塁線抜けていきました。そしてバッターボックス檜山さん、初球打ち、スライダー、これは打ち損じました、ファールボール。2球目 ストレートですね、空振り、落ちたように見えますけど、ムービングファースト。3球三振、3アウト。檜山さんはチャンスで三振でした。しかしタイガースはこの回浜ちゃんの満塁ホームラン、4点追加、7対0で若田部さんノックアウトしております。ベイサーズは7番コックスさん、初球打ち、これはセカンド
署名のゴロ、ワンアウト。中島さんも初球打ち、これは打ち上げてファ一塁がファールゾーン落ちました。カウントはワンストライク。チェンジアップ、すくい上げて、これは赤星さんの前に落ちます。ヒット、カーソルが遅れたね完全に。さあピッチャーのドミンゴさんです。これをこのなんていうかスコープは一発のあるスコープ。さあこれは打ち上げます。ショートフライでツーアウト、トップに戻って金城さん。カーブを空振りしました、ツーストライク。さあ追い込みました。高めのフォークボール打ち上げて、これもショート、猫ちゃん取りました。ショートフライ、スリーアウト。3回の表ベイスターズ初ヒットが出ましたけど、この回も無得点。さあバッターボックスは7番の有安さん、第3席は引っ掛けたショートゴロ。初球チェンジアップ、アウトロー、これは見逃しました。ワンストライク。2球目は結構思ってたより低めに構えないとダメやね。これは真ん中でいい。3球目はアウトコース高め外してきました。これでワンエンド2。インドまっすぐ軽い三振、ワンアウト。バッターボックス矢野さん。まっすぐできました。真ん中低めストライク。引っ掛けたチェンジアップ、これはタイミング外されました。追い込まれてからの1球、インハイのストレート、これは見逃してボール。アウトコースへのチェンジアップ、ボール球を空振り、ツーアウト。初球真ん中高めのスライダー、これは空振り。これもスライダー、空振り、ツーストライク。完全にストレートに山入ってる、まあ、丸分かりやね。見逃し三振手が出ませんでした3回の裏タイガースは下位打線三者凡退です。4回の表は種田さんからの打順、これは初球打ち、うまく引っ張りました。三遊間抜けていきます、レフトへのヒット。ノーアウト一塁。カーブで入りました。ワンストライク。2球目チェンジアップ、これも決まった。ツーストライク。追い込んでからの1球、シュート見逃してワインド2。インドまっすぐ、あーこれは三遊間抜いていきます。連続ヒット、ノーアウト1塁2塁。バッターも鈴木貴則さん。初球アウトローへのまっすぐ決まりました。高めのチェンジアップ、これも決まってツーストライク。さあ追い込みました。外へ逃げるカーブ、空振り三振、ワンアウト。バッターボックス石井拓郎さん。初球アウトコース高め、好きなコース見逃してストライク。2球目チェンジアップ、これも決まったツーストライク。3球目高めのフォーク捉えた、打球はライト、ここはハマっちゃん、あ失礼しました、檜山さん抑えます。ツーアウト、ランナー動けませんでした。ツーアウト。バッターボックスコックさん。スライダー、これは空振り、ツーストライク。追い込んでからの1球、シュート見逃してワインド2。カーブボテボテの当たり、これはピッチャーゴロ、スリーアウト。
シマエナギさん、ノーアウト一塁二塁ピンチを迎えましたけども、この回もきっちりゼロに抑えております。4回の裏タイガースは1番の今岡さん、3打席目初球ストレート、これは高め外れます。ストレート今度は真ん中空振り、引っ張った、チェンジアップ、これは引っ掛けた当たり、サードゴロ、ワンアウト。赤星さん、今日は2打席連続のヒット。初球打ち、チェンジアップ、これも詰まらせました。セカンドゴロ、ツーアウト、打ちにくい、ドミニコさん正直言うて。初球はアウトコース高めのストレート、これは見逃してストライク。2球目、これもタイミング合わない、追い込まれました。3球目はチェンジアップ、これは見逃してボール。4球目インコースストレート、これも外れました。2エンド2ストレート、空振り三振。4回の裏タイガース、今回三者凡退です。さあバットボックスはフォックスさん、2杯のストレート詰まらせました。セカンドゴロ、ワンアウト。バッターボックスキャッチャーの中島さん、初球これは見逃しました。2球目はカーブ、これもいい、インローいっぱいいっぱい決まります。2ストライク、追い込みました。高めのフォーク、ボテボテのあたり、これは下柳さん掴んでピッチャーゴロ、2アウト。そしてコクさん、あ、コクさんじゃない、ドミンゴさんは代打、代打は中根さん。初球アウトローのストレート見逃してワンストライク、あ、見逃してじゃない、空振りでワンストライク。2球目カーブ、これは見逃し、ツーストライク、追い込みました。3球目高めのシュート、これは見逃してボール。4球目フォークボール、空振り三振、3アウト。5回の表のベイスターズは三者凡退です。さあ今回からピッチャーは竹下さん、ドミンゴさんほんま打ちのかかった。さあ行きましょう、今日は満塁ホームランを放って浜ちゃんから。初球インドへのスライダー、これは明らかなボール球。これもスライダー、同じコース外してきました。ツーボール3球目、スライダー引っ掛けましたが浜ちゃんは三遊間を破っていきました。レフト前ヒット、ノーアウト一塁。そしてバッターボックス広沢さん、今日は長打2本、これも引っ掛けた当たりですけども三遊間抜けていきます。連続ヒット、ノーアウト一塁二塁。そしてバッターボックス井山さん、先ほどは今季三振。井山さんはショートゴロのダブルプレー、ツーアウト二塁。アリアスさん初球打ち、打球はセンターへぐんぐん伸びる、センターオーバー、ランナー1人生還、8点目。タイムリーとなりました、ツーアウト二塁。矢野さん引っ張って打球は左中間抜けます、ヒット。
矢野さんスリーベース、もう1点入ります。タイガース、そしてバッターボックスは下柳さん。初球はまっすぐを空振り、これはシュート、ベンズマリー、ピッチャーゴロ、スリーアウト。5回の裏タイガースは2点追加、9対0となっております。さあ6回の表、バトムさん、トップバッターの金城さん、ストレート2球で追い込みました。さあカーブをうまく捉えて、しかしこれは平凡な当たり、そのチェーンのレフトフライ、ワンアウト。金門へのまっすぐ、空振りを奪います。さあそして意外と打たれるこのコース、はい、スライダー外れた。コースからストライクが入ってくる、カーブは見逃しました。2ストライク、最後は高めのフォークボール、見逃し三振、2アウト。初球打ち、流し打ち、これは切れます、ファール。チェンジアップ、空振り、2ストライク。追い込みました、カーブ、空振り三振、スリーアウト。ベイサーズは6回の表トップバッターでしたけども、からでしたけども三者凡退。バトムクさん、今岡さん、初球インハイのまっすぐは空振り、今度はインローへのまっすぐ、これも空振り、ツーストライク。追い込まれました。3球目はアウトコースへのスライダー、これは外してきました。ワインド2、流し打ち、打球はライト、ライトの横抜けていきます、ヒット。今岡さん、ツーベース、ノーアウト2塁。そしてバッターボックスは赤星さん、初球スライダー、これは真ん中低め外れます。2球目まっすぐできました、これは空振り、ワインドワン。三遊間破ります、レフト前ヒット、ノーアウト一塁三塁。バッターボックスは猫ちゃん、ああ今岡さん戻った時にひねったんでしょうか。ああ大丈夫、立ち上がりました。初球走った、三塁ランナー今岡さんホームイン、10点目。ボールがそれました、猫ちゃん引っ掛ける、ここがショートゴロ、ワンアウト三塁。そしてバッターボックス浜ちゃん、スリーベースが出ればサイクルヒット。初球ど真ん中に来た、まっすぐ、打ち上げて、これは浅いセンターフライ、赤星さんタッチアップ、余裕のセーフ、11点目、犠牲フライ。バッターボックス広沢さん、初球打ち、これはインコース高め、打ちに行きましたがファールボール。今度は引っ張る、レフトへのヒット、2アウト1塁。バッターボックス檜山さん、すくい上げた打球はライト、しかしこれは切れたファール。今度はセンターへ持っていく、
落ちました、ヒット。ツーアウト一塁二塁、バッターボックスアリアスさん。初球打ち、これはスライダー打ち上げた。左中間でしたけどもレフトフライ、スリーアウト。6回の裏タイガースは2点追加しました。10対0となっております。さあ下柳さんはここで降板です。福原さん行きましょう。バッターボックスは4番の鈴木貴美さん。初球インハイのまっすぐは見逃してストライク。2球目アウトコースまっすぐ、これも見逃しました。2ストライク追い込みます。カーブ見逃し三振、ワンアウト。バッターボックス石井拓郎さん。スライダーこれも決まりました。2ストライク追い込んでたの1球2回まっすぐ打ち上げました。左中間の当たり、あしかしこれは誰も追いつかない。ヒットツーベースとなります。バッターボックス佐伯さん。スプリットドンズバイの当たり、ここはピッチャーゴロ。ツーアウト二塁。コックさん初球打ち、これはセンターへ抜けていく。あー赤石さん取れない。セカンドランナーホームイン、ベイスターズ1点返しました。インハイのシュート、これは赤石さん取れません。ワンバンのヒット、バッターボックスは代打古木さん、そして一塁ランナー中島さんにはダイソー相川さんです。さあロマンホーの古木さんが代打。引っ掛けた、ここはセカンドゴロ、スリーアウト。ラッキーセブンベイサーズ、ここでようやく得点しました。でベイサーズはピッチャー福森さんに代わります。11対1。初球はアウトコース低め、まっすぐ外れました。2球目ストレート、これもアウトコース低め外れて2ボール。3球目まっすぐ真ん中低め、これは打ち損じファールボール。4球目フォークボール、これは空振り。2エンド2。そしてストレートを捉えた打球はセンターの横抜けていく、ヒット。今岡さんツーベース、ノーアウト二塁。今岡さんじゃない、矢野さんツーベース、ノーアウト二塁。バッターボックスは福原さん。真ん中高めのストレート、空振り。3球目は外してきました、2エンド1。4球目インハイのフォークボール、これは打ち取ってセカンドゴロ、ワンアウト三塁。バッターボックス今岡さんです。初球インハイのまっすぐ、これは見逃しました。流し打ち、打球はライトへぐんぐん伸びる、巻きました、25号ツーラン。
雷天の流し打ち、これは技ありの一発、今岡さん今日も出ました、25、2点追加、13対1。そしてバッターボックスは今日も打者は赤星さん、初球フォークボール、これは捉えましたがショートへの打球となります。ショートゴロ、ツーアウト。そして猫ちゃん、今日はあまりいいところはありません。初球打ち、打球はライトへぐんぐん伸びる、これも入った、39号。フォークボールでした。ライトへ上がった打球はぐんぐん伸びてライトスタンドの最前列へ入るホームラン、14点目。福森さんはここでノックアウト。さあピッチャーは川原さん。さあバッターボックスは今日満塁ホームランを放っているハマちゃん、初球これはアウトコース、低めのストレートはボールから入りました。2球目、変化球スライダー、これはインロー、これも外れます。3球目、ストレート捉えて打球はセンターへぐんぐん伸びるぞ、あーこれは佐伯さん追いついた、大きな大きなセンターフライ。しかしタイガースはこの回3点追加、14対1です。さあバッターボックスはトップバッター金城さん、今度は左打席、初球インローのストレートは見逃してストライク、インハイシュートボールですか、あんまり曲がらなかったねライトフライとなります。ワンアウト、種田さん、これはセンターへヒット、ワンバン、種田さん出ました、ワンアウト1塁。今日はちょっと福原さん捉えられがちです。カーブを打ち上げた、これは猫ちゃんが使います。ショートフライ、ツーアウト。鈴木孝之さん、さあ最後はハイへのストレート、空振り三振、スリーアウト。ベイサーズこの回ヒットでランナー出しましたけど、この回は無得点。バッターボックス広沢さん、今日は4安打。ピッチャーは川原さん、初球これはインロースライダー、大きく外れました足元。2球目これもスライダー、見逃してボール、2ボール。3球目、引っ張った打球レフトへ伸びる、広沢さんも出ました、12号。インローへのスライダーを思いっきりすくい上げました、見事なホームラン。ゆっくりホームイン、15点目。そしてバッターボックスは檜山さん、初球打ち、これはストレート詰まらせれました。ちょっと思ってたよりもちょっと内側来たね、ショートゴロとなります。 そしてバッターボックス有安さん、初球スライダー、これはインド少し外れました。2球目、まっすぐできた、これはアウトロー、大きく外れます、ボール先行、2ボール。3球目、ストレートを捉えて打球はライトへ伸びていきましたが、これは切れました、ファール、2ボール1ストライク。アウトコース高めのストレート、これは打ち損じ、セカンドゴロ、2アウト。そして矢野さん、初球スライダー、これはインコ外れました。
スライダー、インド外れます。またスライダー外れた、スリーボール。さあこれは何かせるんでしょうか。5位に打ちに行った矢野さんはショートゴロ、スリーアウト。8回の裏タイガースは広沢さんの一発、15点目が入っております。さあ、守備固め入りましょう。金本さんちょっと出番なかったね。で、大きいサードでいこうか。はい、ちょっとモチベーション低い人がね。セッキーはセカンドを取る。あ、じゃあ今岡さんに変えて、キャッチャー野口さん、はい、これでいきましょう。さあ大きく守備の変更がありましたタイガース。9回の表ベイスターズは5番の石井拓郎さんからです。初球はハイムストレート、見ました、ストライク。2球目アウトコースへのストレートは外れました。インロースライダー、これは決まった、2ストライク。4球目あまり落ちないアウトコースへのスプリット、これは大きく外れた。インハイまっすぐ、空振り三振、ワンアウト。佐伯さん、インハイへのシュート外れて、ツーボールワンストライク。4球目インボへのまっすぐ、空振り。トロへのスローカーブ、軽い三振、ツーアウト。さあバッターボックスはコックスさん。初球真ん中低め、今度はボールになるスライダー、これは見逃した。タイミングを外す、スプリット、捉えた、ライトの横抜けていきます、と。さあ打ったコックさんはセカンド回って三塁へ向かう。スリーベースヒット。そしてバッターボックスはキャッチャーの相川さん。シュート、これはわずかに外れました。ストレート決まってツーストライク。さあ追い込みました、カーブ、空振り三振、ゲームセット。最後は三振で締めました、福原さん。今日は15対1ですね、タイガース2桁得点の快勝となりました。さあタイガースのホームランの方は今日は、5本ですね。広沢32号、猫ちゃん39号、今香さん25号、浜ちゃん33号と5発の花火が上がりました。打撃成績は、先発メンバーは全員安打ですね。島柳さんは、まあ、除きますけどね。はい、ピッチャーの方は下柳さんが6回奪三振6、被安打3安打の無失点で、福原さんは、3回、7回捕まりましたね、今日は。失点しかし5奪三振とね、相変わらず奪三振率は高いんですけどね。はい、というわけで明日は、3戦目ですね。またお楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。